どうもアリスキテラです。今回は、先日リリースされましたストリートファイターデュエルの方をやってみたいと思います。で、まあやったんですけど、とりあえず、1日やりました。で、まあある程度、ショーの方も進めたんですけど、まあそういったところの、まあ感想も含め、紹介したいと思います。で、まずそうですね、まずキャラに関しては、ギャラリーで見ればいいかな。まあ、こんな感じですね。ベガとか、チュンリーとか、ガイルとか、まあ、こういった歴代のスト2のキャラクターが、まあ、勢揃いしているというか、みたいですね。私はちょっとスト2、そこまで詳しくないんですけど、剣と竜ぐらいは知ってる。チュンリーとか、この辺りまでは知ってるかな？サクラとか、この辺りまでは知ってる。まあ、キャラがいっぱいいますね。で、キャラの育成の、方法に関しては、まあ、レベルを上げるというのと、あとやっぱ、レベル上限解放するのに限界突破が必要になるということで、まあ、システム的には、アカシッククロニクルとか、で、最近、リリースされたセイントセイヤレジェンドオブジャスティスに非常に近いですね。そんな感じです。で、まあ、今、凸ができるキャラがちょうどいるんで、武道館っていうところが凸ができるところ、そして今凸ができそうなのがで DJ の方が凸できるんで、まあここの覚醒プレビューをしてもらうと、まあ、属性が3つあるんですよね。水と雷と火があって、で光と闇みたいなやつがあって、まあ普通の属性のやつは、同キャラを、合成したり、同じランクのキャラを合成したりという感じで、まあ似てますね、他のゲームと。で、この光闇でいいのか分かんないんですけど、光闇みたいなやつはやっぱり同キャラを重ねていくということで、まあランクアップの難易度が高いという感じですね。で、DJ さん同キャラ揃ったんで覚醒しましょうかね。ケンさんはいらないみたいですね分かんないけど、ランクは低いんですよね。主人公に近いけど、主人公の友達だけど。で、まあ覚醒すると大幅に、ランクアップすると大幅にステータスが上がっていくという感じですね、やっぱり。DJ、よく知らないキャラだけど、S ランク。これで S ランクが2体目ですね。今無課金でやって2日目なんですけど、とりあえず S ランクキャラ2体になりましたね。じゃあ実際にストーリーの方まず行きましょうかね。まあ基本いわゆる放置ゲーですね。で、オート報酬がもらえるという感じになってます。で、編成の方はまあこんな感じですね。で、手前がまあメインキャラというか、で後ろは、こっちの方はアシストをするキャラですね。このステータスを付与するんですよね。このリンクをすることによって、サポートファイターって言われてるやつです。実際に戦闘を行うのは下の 4体というかいう感じですね。で、しかも下の一番最後のやつは、まあ予備というか、なんでしょうね、この前列の3体が出陣して、倒されると、一番後ろの1体が出ていくという感じになってるみたいですね。まあ細かいところはいろいろあるみたいなんですけど、わかんないんでとりあえずざっくりいきたいと思います。あ、で、速度は、等倍と、あと、これ解放されていきますね。2倍、4倍速まで。とりあえず等倍でいきましょうかね。キャミーが結構強いんですよね。たまたま重なったキャラを育成してるんですけど、ナイスダメージ、強い、キャミー強いよここにバトルレポートみたいなやつが出てくるんですけど、まあ S ランクになってるんです。 111K ということで強い。で、あとこのエレナがなんか回復をしてくれるキャラみたいなんで、エレナを入れてますね。なかなか
爽快感ありますね、サクサクとして。でなんか わけわかんないけどこう遭遇イベントみたいなやつもいろいろありますねこれ遭遇した時は倒せない気がするんだよな。とりあえず行きましょうかね。いや編成どうしようかな。これこいつ前にしたいんだよな、今育ってるんで。これリンク貼るキャラは多分同じ属性のキャラがいいと思うんですけど、育ってないんで私これでいきますね。行ってみましょうかね、とりあえず。これ敵のレベル80だよな。うん、あ、4倍速になってますね。うん、あ、倒せる、倒せそうじゃん。オッケー、倒した。なんかたまに出てくるんですよね、この報酬は。あ、これ美味しいな、この報酬。結構 S 級シャドウの秘宝。オッケー、ストーリーもうちょっと行きましょうかね。ちょっと4倍速にしましょうか。パロロロって言いますよね、すごい流暢な英語で。やっぱスト2をやってた方はこのキャラのセリフですよね。うん、まあ、昇竜拳とかそういったやつ聞きたい人はすごい楽しいと思いますね。うん、じゃあちょっと他の、ところもあるんでやりたいと思うんですけど、まあ、アリーナありますね、アリーナ。うん、対人戦もあります。で、同じ感じですね。メインキャラクターが、メインっていうか、メインの編成が下の方。で、敵の情報がまあ、こちらに右上の方に出てるんで、この敵に合わせてやると。まあ、これ敵弱いかな。レベル3だな、これ。で、さすがに弱すぎるか。同じ戦力ぐらいの方と当たりますかね。94は勝てないよね、さすがに。54ぐらいでいきますか。うん、じゃあこれで いきましょうかね。編成とかも適当ですね。お、勝てましたね。うん、まあ、こっちの方が戦力高いんで。うん。で、アリーナは、まあ、こんな感じですね。まあ、やっぱりこれ、札束の殴り合いになるのかなと、いう感じはしますけど。ええ。で、あと、まあ、どういったコンテンツがあるかっていうところなんですけど、まずは、飛行の剣って言われてる、いわゆる塔を登るやつ。うん、塔を登ってって報酬をゲットしていくコンテンツの方がありますね。まあ、行きましょうかね。勝てるか分かんないんですけど。ちょっとだけ育ったんで勝てる可能性ある。今78回ぐらいですね。結構登ってます。まあ、やることは同じですね、戦闘は。主に突破石と、なんでしょう。なんだっけ、忘れたな。この突破石が稼げる感じですかね。突破石と、このゴールド。突破石はキャラのランクアップに必要な石になりますね。うん、順調。で、ちょっとこのゲームでやってていいなと思ったのが、まあ、ここのステージもそうなんですけど、この ストーリーの方もそうなんですけど、この連続挑戦っていうボタンがあるんですよね。なんで、行けるところまで、自動で行ってくれると、この連続挑戦。うん、連続挑戦モードすると、勝つともう勝手に進んでいくんで、まあ、放置できるというところが結構いいかなと思いますね。
他のゲームではなかなか見ない感じかなと思います。なんで買ったら次の層に、勝手に進んでやってくれると。であと容量的にも結構このゲーム少なかった気がするんですけど、でしかも、結構サクサク動きますね。でバッテリーの減りが非常に少ないです他のゲームとかやっぱグラフィックが派手だったりしてバッテリーの減りが早いんですけど、なんで結構サクサク進みますね。サクサク動きますね。うん、その辺はなかなか好印象で、キャラにもいろいろスキルがあって、まあ、戦略性も結構ありそうな感じですね。まあ細かいところまで見てないんですけど、でいろいろコンボとかの組み合わせとかあるみたいなんで、私はちょっと難しいことわかんないんで適当にやってるんですけどこうやってサクサク結構進みますね。うん、サクサク、基本的には何ですかね、タンク役が前一番前にいて、2番目3番目あたりにアタッカーとか、まあ回復役とかも入れる感じになるんですかねって思ってますただなんか後ろを攻撃するキャラとかいるんですよね。アタッカーを狙ってくるようなキャラとかも、そういったキャラを編成して後ろを先に倒すとか、そういった方法、戦法というかのもあったり、なんか奥が深い感じはしますね。うん、たったこれ3キャラで戦ってるんですけど、なんか結構サクサクいくな、サクサク進むな。であとやっぱりガチャですよね。ガチャ、ガチャはどんな感じなのかと、たくさん引けるのかというところがあると思うんですけど、序盤は引けますね序盤は引けるとりあえず。でまあちょっと後半になって、後半っていうか、今2日目ですけど、2日目ぐらいからはまあいろんなコンテンツ全部だいたい終わらしてるんですけど、私そうしてくるとまあ引けなくなってくるかなっていう感じはありますね。ちょっとこれやめましょうかね。うん、結構進んだな、結構進んだ、だいぶ進んだな。あーでも70回まで行きましょうかね。報酬がこのダイヤもらえるんで、うん、ダイヤが、ガチャを引くためのアイテムになるんで、クリアできるといいんですけど、ここ70回、キャミーが強いんだよな。キャミーが、キャミーが頑張ってくれれば多分いけるはず。あ、エレナ落とされたんだな、これ回復がやばい。大丈夫か、いける、オッケー。いや強いな、キャミー、キャミーお気に入りだわ、とりあえずというわけで70回層クリアできたんでダイヤもらって、でちょうどガチャ引けるんでガチャの方も回しましょうかね。ガチャ召喚で、召喚の方は、友情召喚と、通常召喚で陣営召喚がありますね。陣営は、この属性を変え、属性、決まった属性をあれするやつなんですけど、でこのウィッシュリストやっぱあるんで、自分の、欲しいキャラをウィッシュリストに設定して、狙っていくという感じになりますね。で陣営召喚も、これ切り替えですよね。切り替えるんですけど、他のゲームだとこれルビーじゃねえダイヤを消費して、この時間が経つまではダイヤを消費して切り替えますとかっていうのがあるんですけど、このゲームの場合は、ダイヤの消費が不要で切り替えができますね。ここもいいところですね、このゲームの。うん、他のゲームだと、これ切り替えるのにまあ時間待たないといけない、時間で自動的に切り替わるようになってるんですけど、時間待たないときはなんか在庫を消費して、切り替えるっていうゲームが多いんですけど、これは無料で切り替えれますね。うん、ここはいい点ですね。うん、じゃあ早速通常召喚の方ですね。ダイヤ溜まったんで回したいと思います。じゃあ召喚
10連ですね。あ、赤いやつはいいやつ。あ、1体。あ、リカなんとか知らねえんだけど。ええ、取りでこれ、毎回シェアすると50ダイヤもらえる。あ、まあいいですか、とりあえず。うん、こんな感じのガチャ。ガチャはサクッと終わりますね。うん。ガチャ演出は今の赤いやつが出ると、この A ランク、最上位ランクのキャラが出る感じですね。で、青い、演出だと、星4とか3ですかね。わかんないけど。星4っていうのかな。うん、ガチャはこんな感じ。もうどうでしょうね。200連ぐらいを引けたような気がしますね。うん。無課金でやってるんですけど。あとオンラインルーレットで、なんか定期的にこれもやって、財貨とかもらえますね。うん。うん、そしたら他のコンテンツも紹介しますね。で、私もちょっとよくわかってないんです。あ、あと検証ありますね、検証。まあ、他のゲームでもあるよくある検証ですね。ちょっともう行っちゃってるんで、派遣システムですね。あ、派遣。うん。派遣して、まあ、派遣条件があって、それに合ってるキャラを編成して派遣するということなんですけど、もう一括編成があるんで、一括編成をして派遣するだけという感じですね。うん。これももう似たようなシステム。派遣してこの財貨をもらうという感じですね。で、あとは何でしょうね。シャドルシティ。あ、これは、もうやっちゃってるんで、ちょっとできないんですけど、まあ、倒していくコンテンツです。敵を倒しながら進んでいくコンテンツ。よくある、これもよくあるコンテンツ。うん、説明ができないな、これ。やっちゃってるから。で、あとグローバルファイトは、まあ、まだ試練の地っていうところしかやってないんですけど、試練の地で、この中入っていくと、まあ、こういう感じのダンジョン。これはどちらかというと、アカシッククロニクルっていうゲームの方に近いコンテンツですね。これが敵なんですよね。この敵を倒して、まあ、宝箱も取っちゃったんでないんですけど、宝箱を取りつつ、で、この、まあ、ギミックみたいなやつが若干あって、まあ、この扉を開けるためには、ここのレバーを、押さないといけないとか、まあ、ちょっと考えるコンテンツ。で、この辺の箱は移動して、通路を作りながら進むといった感じですね。このボックスを移動して、みたいなコンテンツです。敵を倒しつつ、ギミックを、解除しながら行くというようなコンテンツ。で、あと、ここはまだ解放されてないな。イベント。うん。あとは何があったかな？あと、これかな？秘境修行。っていうやつがありますね。とりあえず、解放しているところは全部クリアしましたけど、これもなんかちょっと、なんでしょう。ギミックみたいなやつがあって、それを、クリアしていって報酬をもらうという感じのゲームになってますね。あ、まあ、例えばこれ入りましょうかね。うん。ここの扉の奥に宝箱が置いてあったんですけど、例えばこれだと、このボックスを、紫色の上に置くというコンテンツになってます。で、まあ、例えばこれだと、これを押して、これをこっちに押して、で、こっちに回って、これを押して、上に行って押すと、そうすると扉が開いて、ここに宝箱があったんですけど、もう取っちゃったんで、こういうのをやっていくっていうのが、この秘境修行っていう、コンテンツになってますね。うん、とりあえず、1から今、16がちょっとまだ途中なんですよね。今、15までクリアしてるんですけど、16が、なんか難しいっすね。よくわかんない。1個は取れたんですけど、残り2個が取れなくて。うん。まあ、これもなんか、ちょっと頭を使うコンテンツ。なんでまあ、ストーリーで行き詰まった時に、今のコンテンツやったりとか、あとこの塔に登ってみるとか、
なんでまあちょっとそれなりにやることはありますね。うん、ただまあ一気にやろうと思えばやれちゃう感じはある。で、進んでいくとやっぱりこの経験値と、まあ、経験値が結構このゲーム足りないですね。EXP この素材が結構なくなりがちでレベルがなかなか上げれない。そしてあとこの突破石がやっぱまあちょっと足りないかなという感じはしますね。で、あとはまあやっぱりキャラの凸ですよね。凸をしないと、おそらくレベル上限解放が必要になってくると思うんで、そのあたりで、まあ、徐々に停滞していく感じはあるかなと思います。で、とりあえず今無課金でやってても、まあそこそこ遊べそうな感じはありますけど、やっぱり、キャラが、スト2のキャラが好きかどうかっていうところが、重要になるかなと思います。まあキャラに思い入れが非常にあるとか、スト2をめちゃめちゃやってて、もうキャラが好きだと言った人には結構おすすめなゲームかなと思います。うん。まあちょっと私はやっていくかちょっとまだわかんないんですけど、まあ、とりあえずはまあしばらくちょっとやってみようかなと思います。というわけで、皆さんも、興味があったら、スト2、やってみるといいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。